RSV4 は、アプリリアが2009年に発売した4ストローク 999cc のオートバイである。日本でも同年より販売が開始された。アプリリアが、RSV ミレー s P に代わる、スーパーバイク世界選手権参戦のための、ホモロゲーションモデルとして開発した、スーパースポーツモデルである。V ツインエンジンだった、RSV ミレース P に対して、RSV4 では、 V 型4気筒エンジンを採用している。さらに、レース3000前提モデルということもあるが、FCC 製、スリッパークラッチや、プロトタイプマシンなどで広く採用されている、カセットタイプのトランスミッションなど、他社のスーパースポーツモデルすら凌がする、ハイスペックな仕様のエンジンとなっている。さらにマスの集中化を徹底した、重量配分など、近年のトレンドを取り入れた設計がなされている。 このマシンでの参戦2年目となる2010年にマックス・ビアジの手によりスーパーバイク世界選手権チャンピオンに輝いている。2012年のモートジッピーのモートジッピークラスの CRT 用としてアプリリアの関連会社であるアプリリア・レーシング・テクノロジーがこの車両のエンジンにオリジナルのシャーシを組み合わせたマシンを複数のチームが使用している。車体は昭和製。 フロントフォークやサックスセリアショック及び、ステアリングダンパーに、ブレンボ製、ブレーキキャリパーなど、サーキットでのスポーツ走行にも、十二分に対応できる装備がなされている。なお、日本国外仕様のエンジンが、本来 180PS、12500なのに対し、日本仕様では、騒音規制適合のため 106PS、7000rpm とかなり抑えてあり、 マフラーもバッフルが追加され排気口が狭められている。なおスタンダードモデルの正式名称は RSV4R である。RSV4 ファクトリーは真の意味でのホモロゲーションモデルといえる仕様で、スポーツ、サーキット走行を前提にさらなる性能アップを果たしたモデルである。エンジン出力や仕様などはスタンダードモデルと同様であるが、 マグネシウム製エンジンカバーや可変型インテークシステム、前後、サスペンション及びステアリングダンパーは、オーリンズ製となり、専用のアルミ単造ホイールやサイズはスタンダードと、同様ながら、専用設計のブレーキローターに加え、フロントのステム位置、スイングアームのピボット位置、エンジン搭載位置の調整変更が可能な、専用フレームまでも採用されている。2011年には、 アプリリアパフォーマンスライドコントロールと追加した RSV4 ファクトリーへ一服が追加されている。アプリリアパフォーマンスライドコントロールとはトラクションコントロールアンチウィリーシステムオートシフター、ローンチコントロールの電子制御によるライディングサポートシステムのことを指す。ありがとうございます。